はい、それではどうぞ。ざっくり呼び出したね。水飲んでていただいて、改めまして、門馬翔司です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はですね、はるかちゃんという、ね、曲、お二人ゴールドソンさんで歌った曲を歌うんですけれども、まあね、はるかちゃん5曲連続で歌うということで、はい、大丈夫ですか、水なくなるまで飲んでいいんですけど。大丈夫です、大丈夫です。たっぷりたっぷり。今日の曲さ、こうギターから始まりね、あの音源付きのやつと歌いましたけども、はい、なんか構成してきたんですか、ちゃんと。何かですか。曲順というか、そういうの。なんか聴いてたら、ね、まあ、結構失礼の曲じゃないですか、学校習ってたんですけど、まあ、1曲目は匂わせのストーリーが更新っていうね、歌詞とかあったりとか、その後になんか歌ってたの、さよならっていう歌も歌って、はい、で、その後さよならって言いつつも話があるって言って呼び出して、はい、でも戻りたいわけじゃないのね。あ、すごい。っていう、なんかそういうわけじゃないっていう歌目ですけども、この流れがこう出来上がってて、はい、すごいちゃんと聞いていただいて。そうそうそう。で、その話をですね、さっき裏で解雇としたんですけど、本当ですか。そう、次期西野カナさんっていう、なんか失礼の曲が見られるっていうね、はい、ちょっとお話ししたんですけど。あ、そうだったんです、ね、その件についてどうですか。はい。はい、ということです。なんでもないです。まあ、次ね、歌う曲はわけじゃないという曲なんですけども、はい、まあ、しっとりした曲ですね。まあ、その曲も失恋。失礼ですね。今日失恋三昧だ。そうです、ね。はい。やまないで、ね。あ、失恋したわけじゃない。そうね、その気持ちに入り込んで、はい、歌いたいと思います。じゃあ曲振りをはるかちゃん聞いて。はい、聞いてください。わけじゃない。気づける体も重くなって路地にすっと座った光